今日はとっても楽しい春休みを過ごさせていただきました。お誕生日のプレゼントもいただき本当に感謝しております。今日も子どもたちを先生にこれを見てもらう、かわいい絵を描いてくれました。子どもたちの個性や疑問、興味は心の宝です。今日も童謡メドレーをお届けいたします。子どもたちの好きなウサギとカメに浦島太郎、金太郎に桃太郎、さて泳げたいヤギくんにすみっこ暮らし、津軽海峡冬景色にショパンのワルツからドビュッシーの作品、ソナチネソナタは少し練習すればできるようになりますが、指番号もリズムも楽しく覚えてね。ゆっくり練習すれば怖くない。スケールも指替えも。
二段橋とは平上橋の平行橋であります。はにほへといろは長調シャープが増えるごとにとにほろへは長調フラットが増えるごとにへろほいねとはになります。それぞれの平行調とは長調の三度下の音から波長調なら三つ度を入れて三つ下の異端調になります。へ長調の平行調はへというのはファなのでファミレファを入れて下三つ二端調になります。ド長調の平行調はとソを入れて3番目の下ホ単調になります。ゆっくりゆっくり指を動かして指番号もゆっくり覚えたら長調やカッコウブンブンブン簡単な童謡は自分の手を見なくても感覚で弾けるようになります。それではまたバイバーイ。お誕生日ありがとうございます。今年ももっともっと頑張ります。